将棋将棋の先方振り飛車玉頭銀玉頭銀は、将棋の振り飛車で用いられる手法のこと。振り飛車側の左銀を5、6から4、5から3、4と、進出させる指し方である。対急戦対急戦ともに現れる。独走銀のように奇襲先方に分類される指し方も、あるが、通常の定石手順の中でも、渦のように四五歩早じ掛け模様の対策として、 登場することがある。3、4銀の形から飛車、桂馬、強車と連動して2、3の地点を狙う差し方、もしくは歩を多く持ち1、5歩から橋攻めを狙う差し方がある。上記のような狙いが決まらなくても3、4歩がない船囲いは非常に薄くなるため実践的に有効な差し方と言える。また序盤だけでなく、特に振り飛車が島飛車である場合は取り残されがちな。 左銀を中盤以降に働かせるときも玉頭銀は品質する。うずからの進行例として、4五銀に6五歩であると3四銀と出て、後手拒否者側が8六歩同歩6六歩同角。同角同飛3三歩では、以下に3銀なり同玉に6飛に4銀4、6角1三角1五歩同歩1四歩。同玉に四角同角に5銀という展開に持ち込むのが、 玉刀銀の代表的な狙いである。また四五銀に三五歩と取らせないのは三四銀と出ておく。次に九五歩から甲を入手してからの二六甲などが、狙いとして残る指し方と、五六銀と戻り、以下七五歩には六七銀七六歩同銀七、二比七五歩六四銀六五歩七七角なり、同桂七五銀同銀同比六六角七、一比一一角り二二銀三四甲という。 刺し方がある。さらに、小手拒否者があの44歩として34銀ならばに4歩として、銀の大量を立つ狙いは角道を止めたことに、満足して34銀とせず36銀とでも、引いておけば、小手65歩からの仕掛けの脅威が緩和されている。第1から1ル図のように棒銀で角頭を、狙われた場合は、以下65歩な77角なり同形76歩に、66引と浮き、 77補正は34銀 31K に6比で、12角なら一筋の付き合いを生かして15歩、24歩同比に2歩なら23角から41、角なりがある。戻って66比のうきに22角は76比、75歩、38比で77角なりならば34銀があり、33K には56角もしくは26比 25K に,に、じっと36比として25銀を狙う順もある。また、左銀を早めに、 腰掛け、居飛車のままで、玉頭銀を行う指し方もある。図は2010年10月の気王戦予選、先手、山崎孝行対後手、久保田義行戦の例で、第1から 2R 図は、後手の54銀に対して、先手が66歩ではなく68銀としたので、後手が65銀と進出したところ、以下57金76七歩36歩75歩に4歩。 同歩五五角八四歩六六金八五歩七五銀八六歩同歩同飛七六金同飛七七歩七三飛八八歩三二金三五歩同歩三四銀以下対乱戦となる途中の飛車角交換は後手は五四角の筋を狙っているタイアナグでは三四歩を取る変化になることは滅多になく拒否者側がそれを防いで四四歩や四四銀と形を決めることが多いが それが振り飛車側の狙いでもある。そのため厳密な意味での玉刀銀は出現しにくいが、他の狙いが生じる。第2から1アールズは、先手三権飛車。第2から1アールズのように、後手穴熊を組む手前で、先手が早く6七銀とした場合、ここで5三銀型にしないと4、4四銀3三銀の展開はしにくくなる。5三銀に変えて3三角なら5六銀で、 玉頭銀を防いで44歩と決めさせれば、ビッグ4などには組みにくくなる。また、第2から2図のように、先手島飛車であると、後手に2玉56銀に44銀をすると、65歩が生じる。4二角で飛車先を防ぐと45銀が生じ、33銀でも34銀が生じている。したがって、島飛車の場合は、先手56銀には53銀型でも44歩が多い。 44四四歩を刺させることによって、一飛車の穴熊は弱体化し、4二角の引き角や、右銀からの仕掛け、33三三銀からのビッグ4を消すこともできる。しかし早めに56銀と上がる刺し方は、振り飛車側の形を決めてしまうことにもなるため、場合によっては、振り飛車側が打開が難しい状況に陥ることもある。ただし、無事に44四四銀型に組めたとしても、 第2から3アールズのように銀が進出する場合もある。後手の差し方での穴熊に運ぶのは若干横着なところがある。いか手順例としては4の同銀同歩で、後手は3二金1五歩などのほか7四歩、5三角や5一金が挙げられる。5三角には6四歩同歩6三銀6五、金6七金。 もしくは4、4歩、同歩、4、3、2、4、5、金などが見られるが、後手は、打開方策が単調で、バリエーションが少ない状態となる割に、先手からは、手が続く。4、4歩は3、2、金でも1、5歩に変わって仕掛ける、順もあり、以下、同歩、同角、8、6歩、6、4歩、同歩、5、3、銀など、先手は、比較的手が続く。したがって5、三角、四四歩、後に金、右なども、考えられ、 これで、穴熊が収まれば、まずまずとなる。また、5三角に6四銀とし、以下同歩同歩もあるが、これには5一金右六三歩制で、3五角と握る手で良い。したがって、先手も6四銀の手順では先に4七金として、以下5三角に6四銀同歩同歩とし、3五角に3六金と角を狙う指し方もある。先手としては、右金が一までの間に動くことで、 実践的には、振り飛車が十分と言える。このケースは、曲数は少ないが、類例の仕掛けは、く田た洋一や久保田義行らが試みており、美の囲いがしっかりしている状態での仕掛けでもあり、居飛車も嫌なところとされている。三四歩を取らせる一例として、第二から四アールズは、史上最強、早稲田将棋にある局面。双方囲いを組んでから、 第二から三図の手前五六銀の進出に三に、金として四五銀を誘い、一回八五歩七七角四二角三四銀八、四飛七八飛四四銀五九角三一、金より七五歩八六歩同歩七四歩となって、見ると、確かに振り飛車側が一歩得したが、これからの将棋の展開である。ありがとうございます。